2017での、ライフサイエンスイノベーションゾーンの中で開催されます、基調講演に関しまして、お話しさせていただきたいと思っています。まずですね、今年のは、5年目、ライフサイエンスイノベーションって名乗って、2年目なんですけども、5年目になります。初年度1000名、それから3000、5000、9000を超えて、先ほど今年1万人というんですけども、実際には1万2000人ぐらいを目標にしたいなというふうにちょっと考えて、基調講演の企画をしました。で、一番大きいテーマとしては、優れた道具を作ってきた日本の、その産業というものに対して、これからどんなその道具が欲しいのか、どんな道具を作る時代なのかということを中心にしてですね、そのヒントを提供するというような形での基調講演の内容になっています。昨年度はこの下の方にございますような形で、アプリケーションのマーケットですね、つまりこの左側の方が医療、創薬診断っていう、いわゆるメディカル分野、それから右側はその健康を維持しようという部分とか、食べ物ですね、これは農水畜を入れた、フードサイエンス、食品の、サイエンスですね。そして予防医学で、再生医療とか細胞という形をテーマにしました。で、基本的にこのマーケットはどんどん成長していく形になるわけですけども、そこの基盤にあるのはこの上に2つ書いてございます、やっぱりサイエンスの進化にナビゲートされながら進化していくと。で、そこの中には分析という部分は欠かせない状況にあるというのが私たちのコンセプトであり、この真ん中にあるそのインフォメーションテクノロジーですね、今は ICT と呼びますけども、ここがどんどん変わっていく時代を私たちは受け止めて、次のステージでどうなるかを考えていこうということになります。